重りの穴に針金を通して先を5ミリメートル程度出します。ビニールテープを針金の先に巻きます。そしてテープの余った部分を切り取ります。重りの内側の針金にビニールテープを巻いて重りを固定します。同じ方法で針金の反対側にも重りを固定します。重りのついた針金を曲げ、重りが上に来るように軽くつまみます。手を離すと重りが下に移動してバランスが取れます。2個のフィルムケースの底同士をつけビニールテープでつなぎます。底同士をつけたフィルムケースを2組作ります。蓋を1つ外し、蓋の内側に重りをビニールテープで固定して蓋をします。重りのないケースと重りを上にしたケースを少し傾けて同時に手を離します。重りが上にあるケースが先に倒れます。重りのないケースと重りを下にしたケースを少し傾けて同時に手を離します。重りのないケースが倒れます。